55丁目駅はニューヨーク市地下鉄 BMT ウェストエンド線の駅でブルックリンク、ボローパークの55丁目から13番街交差点にある終日 D 系統が停車する南西側階段55丁目駅は相対式ホーム2面3線の高架駅で1916年6月24日に開業した中央の急行線は普段使われていないホームには ベージュの風防と茶色の屋根が設けられ、緑色のフレームと支柱がそれを支えている。駅名標は、ニューヨーク市地下鉄で標準の黒地に白でレタリングを施したものである。メトロポリタントランスポーテーションオーソリティの2005年から2009年投資計画では55兆目駅の改装が盛り込まれていた。メザニンには四角い窓が設けられ、通りに降りる階段とホームに上がる階段の間には、 鎖で仕切りが設けられた。駅のエントランスは、線路下の高架駅舎にある。通りから上がる階段が3つあり、55丁目、ニューユトレヒトアベニュー交差点の北東角、南東角、南西角から駅舎に上がることができる。駅舎の中には、トークンブースと自動改札機があり、中央に各ホームに上がる階段が設けられている。改札内に待合所があり、 両方向に自由に乗り換えることができる。ありがとうございます。